さあ始まりました、ヤクバの時。人は生きてると様々な欲望が生まれます。食欲だったり睡眠欲だったり性欲だったり、いろいろな欲望がありますが、そんな欲望を私、腕組みながらすぐ胸強調する女、大体ビッチだと思っているリチですが、素敵なゲストを交えて欲望を叶えていくという番組になっております。この番組は人間であるがゆえに渦巻くよ、その欲に正直になる、我慢など不足ない、そんな番組です。欲望の時スタート。それでは本日も素敵なゲストの方に来ていただいているので、早速登場していただきましょう。お一人目の方、お願いいたします。こんにちは。こんにちは、どうも。すごい元気ですね。はい、じゃあカメラに向かって自己紹介の方いいですか。はい、歌うあざとお姉さん、宮田美穂です。みほちゃん、よろしくお願いします。なんかその歌うあざとお姉さん、はい、もともとシンガーソングライターやってたので。そうなんですね、はい、はいはいはい、歌うあざとお姉さんとして活動してます。よろしくお願いします。なるほど、確かにもう登場の仕方からちょっとあざとい感、この服とかねちょっとありますわ。了解した。今日はね、ちょっといろいろあの質問の方とかね、していきたいと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、続きまして2人目のゲストの方に登場していただきましょう。よろしくお願いします。はい、こんにちは、高身長グラマラスボディさやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。確かにグラマラスボディだわ。そうなんです、まだ隠してるんですけど、身長が、何センチ。173センチあります。うわ、ギリギリ俺よりちっちゃいね。あ、え、ほんとですか。ちょっと盛らせてよ。今日はね、お二人とね、いろんなトークを交えて、まあ、その後にあの商品をかけたゲーム対決をね、していただこうと思ってるんで、本日は一日よろしくお願いいたします。お願いします、はい。さあね、お二人のプロフィールがあの届いてるんで、まあ、ちょっといろいろね、プロフィールに沿って聞いていきたいんですけども、まず、みほちゃん、シンガーソングライターで歌うあざとお姉さんで、みほんぬって呼んでほしい感じですか。そうなんですよ、今日みほんぬって呼んでください。あー、なるほどね、オッケー、じゃあもうみほんぬ、よろしくね。いやで、なに、あざとお姉さんっていうのはもうやっぱその服とかにもやっぱ完全に出てますよね。あ、出てますか。完全にそのなんか、そんな胸出してあざとすぎるでしょ。そんな谷間なんか出しちゃって。はい、これは私服なので。普段からそんな感じなの、私服。割と露出狂だったんで、歌うあのシンガーソングライターだったら、じゃあやろうかなと思って。なるほど、もうここしか見てないからでも。目しか見てない。めちゃくちゃここが本体だと思ったら。あ、本当ですか。ちょっとちょい上でお願いします。なるほどです。いい、あざといわ、この服は。ここがね、やっぱ大好きなやつや。本当ですか。特技書いてあるんですけど、食育インストラクター。はい、何、食育インストラクターっていうのは、っていうのは、苦手な食べ物を食べれるようになったりとか、はいはい、食べ物についてよく知ったりする、あのそういう食育インストラクターってやつ。あ、そういう資格が。あ、そういう資格があるんです。そういうのもちゃんと取ってるんだね。はい、意外と。あ、見たくなるよね。え、何ですか。空手もやってらっしゃると。そうですね、空手もあの子供の時からやってます。子供の時から。ちなみに、湘南から。あ、小学5年ぐらいから。小5から、いつまでやってました。あ、でも大人ぐらいになるまでは割と最近までゆるくやってたので。あ、なるほど。ホビーは割と上の方かなっていう。あ、なるほど、はい、了解です。続きが、作曲。もうなんかもう今なんか汗ばんできたわ。まあ、たまにいるんですよ、その格闘技をね、やってらっしゃるゲストの方が。はい、あの僕いつもね、実際には実演してもらうみたいな。あ、なるほど。そうそうそう。でも私型じゃなくて極真空手の方なんで。ガチで。打撃の方です。ガチの方です。あー、なるほどね。まあまあ、でもまあこの、まあせっかくなんでね、うん、まあ今ちょっと恒例行事みたいになってるんで、あのじゃあちょっと蹴ってもらっても。よし。極真のね。はい。極真やってたね。極真やってました。じゃあ3、2、1でいきますね。あ、よし、よし、ちょっと待って、はい、構えてもらって。はい、いきます。3、2、3、2。じゃあ3、2、1でいきますね。3、2。しかも早くない。なんで行きます。一番もうちょっとなんか入れ知恵されたら誰かに。いや、ちょっと巻いた方がいいかなと思って。シャクルはこっちでやるんで。シャクル巻いた方がいいかな。痛いわ。ありがとうございました。
ケーです。じゃあ続いて、さやかちゃんに、はい、質問していきたいんですけども、はい、173センチで D カップ、はい、D カップ、そうなんですよ。やっぱそのスタイルなんか得したこととかある？自分自身は結構コンプレックスでずっと、うん、やっと、はい、グラビアやるようになって、うん、いや身長高いのも武器になるなっていうふうに思いました。そうだよね、はい、絶対いいよ。身長の子は、まあ、また違った良さがあるけどね、はい、ちっちゃい子はちっちゃい子で。なんか趣味が野球好きなんだ。はい、野球が好きです。あの一応 G カップの G 島で、うん、はい、ジャイアンツね。ジャイアンツ、ジャイアンツね、はい、そう、あ、だから G カップなの。あ、そうなんです。もともとなんか H カップとか言ってたんですけど、うん、もう合わせちゃえってことで。おっぱいのサイズってそんな感じで合わせられるの？あの、そうですね、私に関してはの変動性なので。なるほどね。野球観戦が好き で特技何？野球のモノマネとか。あ、できます、できます。え、はい、野球のモノマネって何？あの、バッターとか。あ、誰かのバッティングフォームみたいな。フォームとか、はい、じゃあなんかせっかくなんで、なんか一番得意な人の。え、いいですか？ちょっと最近、うん、あのやったばかりの、あ、僕の選手の、ヤクルトの青木選手を、うん、知ってます？知ってるよ、知ってる、知ってる、めちゃくちゃ知ってる。青木くんね、彼はいい、あのバッティングするから。いいバッティングですよね。そうそうそう、右打者でね。左ですね。左か、青木、あ、青木左か、そうだ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 。では失礼しますね。本格的やん。いやでも似てる似てる、わからないから。いや、あのこれ編集で実際のやつをうまくやるんで、うまいことやるんで、よろしくお願いします。いかに似てるかがわかるんで、はい、なるほどね。あとはね、ビール好き。ビール大好きです。お酒好きなんだ。お酒全般、はい。どんぐらい飲むのお酒？でも毎日飲みますね。あ、毎日毎日、はい、一人でもみんなでも。一人で飲む人ってマジ酒好きじゃん。ですよね。どっち派？外飲み派？中飲み派？中飲み派です。あ、家で。はい。あ、いいね。飲むルーティンどんな感じなの？ビール行って、うん、サワーとかその辺行って、はいはいはい、で、まぁ、あ、ちょっと焼酎行って、最後ビール締めっていうのが。めっちゃお酒好きじゃん。おっさん、おっさんやん。最後のビール締めがもう絶対外せなくて、うん、そうなんですよ。それをいつも基本的に毎日。毎日。あ、まぁ、あ、あの、なんか端折りながら、ビールだけの日もありながら。好きだね。日本ではお酒は？お酒飲みます。私は日本酒が好きです。うわー、もうその選択肢あざといわ。いやー、エロいな。逆やってんな。いいな。なんで日本酒好きなの？なんかもうご飯に合うなと思って。あ、和食に合うの。あー、確かに確かに。ちなみに酔っ払うとどうなの？酔っ払うと私は笑い上手になります。わー、いいわ。よくあるやつ。もうただでさえ今もうね、なんかすごい笑顔好きなのに、もっと笑っちゃうってこと？もっと笑います。あー、いいよ、笑い上手だ。え、さやかちゃん酔っ払ったら？いや、私もめちゃくちゃテンション上がるんですけど、うん、あの、口悪くなります。どんな感じになるの？もっと飲めよとか。お前さみたいな。お前なんて一切使わないのに普段はね。そうそう、うん、ちょっと出ちゃうんですよね。わ、ちょっと今お酒飲みます、言ってもらいたいよ。ちょっと俺を罵ってくる。それで飲んでないとあーいみたいになっちゃう。なるんですよね。大抵妹とかと飲むんですけど。あ、そうなんだ。あ、まあ、家飲みが好きなので。あ、そうだね、はいはい、そうすると酒持ってこいみたいな。高身長のお姉さんにさ、そうやって言われるとやっぱちょっと、はい、めっちゃいいですよね。ド M なのかな。あ、そうなんだ。うわ、いいですね。なるほどですね。どうも、ミセスです。クイーンカジノさんが無料ゲームを始めました。その名もクイーンカジ無料版。皆さんぜひサイトをチェックしてね。Wiser. Next.